今回も私の新曲「時色の夢」で始まりました「カラナビ歌謡曲」。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆきさん、こういうノリのいい歌を歌うにはもう、はい、暑い季節になりましたね。暑いです。まあ私汗かきだから。どうしてます、対策？まあとにかく寝るとき、はい、ちょっと気持ちよく寝たいので、はい、あのひんやりするマットあるじゃないですか。ひんやりマットね。そうそう、あれ今まで使ってたのを去年捨てちゃったので、はい、今ね買わなきゃ買わなきゃって思ってるところなんですよ。そうだね。あとエアコンなんかもうすごい低くしてるの？低くして、うん、そして喉のために割とタイマーで1時間とかで切れるとかってやるんですけど、切れたら目が覚める。それはダメだよね。3時間ぐらいにしといてもいいんじゃない？そうなんですかね。風邪ひいたら怖くて、ね、そうだよね。ゆきさんなんかしてますか？いや我慢でしょうね。とりあえず皆さんも我慢しすぎはダメですよ。我慢しすぎはダメです。快適にお過ごしいただきたいと思います。お過ごしください。それでは今週の歌です。今日のゲストの方はこちらの方です。松尾智子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうゆきさんとはつながりがあるそうで。もう私あの番組でね、そう、私のラジオの番組にゲストでちょこちょことお越しいただいてます。それで、ね、とっても素敵な、歌われたりしてるっていうんでね、うん、はい、いろんなことをお聞きしたりして。そうですよね。だって私のイメージも演歌ではなくシャンソンとか、はい、そうですね、ムードのある歌のイメージがあります。はい、うん、シャンソンの前に、基本はカンゾーネ。そうですよね、はい、あのね、カンゾーネって難しくないのね、はいはい、イタリアの歌謡曲なの。あ、そういうことか。そう、ね、はい、いい曲がいっぱいありますよね。はいはい、もうとってもいい曲は、うん、あの日本でも、はい、そうですね、くみちゃんたちが生まれた頃かな、生まれてないかな、1960年代から70年代、80年代に日本で大ヒットした曲がたくさんありまして、そういうのを私は歌いたくて歌手になったんです。はい。それで今回も素晴らしい歌をお持ちいただいたので、はい、その何かこうルーツにつながるような世界観でしょうか？はい、あのカンゾーネからもうシャンソン風、はい、シャンソンはとても難しくて、はい、私にはなかなか難しいんですけど、はい、でも今回はシャンソン風な歌謡曲に、挑戦させていただきました。作曲が田尾正美先生と伺いました。はい、あの作詞が高畑淳子さん、はい、で、あの私今回初めての試みなんですけれども、はいはい、配信でネット配信で歌わせていただいてるんです。あ、すごいハイテクなことをされてますね。あの何も分からずにとにかくあの配信でいきますということで。じゃあ聞きたいっていう方どういう手段を取ればいいんでしょうか？はい、あのネットから、まあ、携帯でもいいですし、はいはい、うん、そうしましたら、新曲がまず出ます。はいはい、まあ、古いのもいっぱい出てくるんですけれども、はい、今回の新曲は「この愛一筋」という曲なんですけれど、はい、松尾テレにやっていただくならば「松尾智子この愛一筋」を検索していただければすぐ出ます。ね、ぜひよろしくお願いします。ぜひ皆さんの好きな歌に加えて、ね、いただけたらと思います。それではご覧くださってる皆さんに一言と曲紹介をお願いいたします。お願いします。はい、ネット配信という初めての試みで出させていただきました。松尾智子が歌っておりますこの愛一筋、どうぞよろしくお願いいたします。ゆきさん、はい、暑い時期にすごく食べたくなるものってありますか？スイカ。あー、わかる、うん、スイカどうやって、その食べるたびに切りますか？食べる切る、もう最初に切っちゃって。そう、私も最初冷蔵庫に入んないもんね。そうそうそう、もう切ってタッパとかに入れて冷蔵庫入れてね。そうそう、あれもうめんどくさいもんね。食べられるようにしとかね。そう、いいですよね。何、私はね、うん、最近ところてんにハマってて、あ、もうこの夏30個は食べてます。本当なんかそんな好き、好き、あさっぱりするのかな、酸っぱいもんが。そう、それになんかあまり太らないようなイメージがあるから、うんうん、美味しいと思ったまんま、うん、しっかり全部食べられる。夏バテしないね、それだったら、ね、元気に頑張ります。頑張りましょう、頑張りましょう。はい、それでは、今週も私の最新曲「涙を抱きしめて」を聴いていただきながらのお別れです。また次回も元気にお会いしましょう、はい、ごきげんよう、さようなら。